はい、どうも皆さん、マルチゲーミングからホームルクロと申します。ということで、デッドバイデイライト、サバイバー側、この新サバイバーのイケメン君を使ってやってきたと思います。破滅持ちで、今回持ってきたパックはですね、ディストーション、セルケア、ベビーシッターですね。はい、と工具箱を持ってきております。で、多分ね、セルキは皆さん分かると思うんですけど、ディストーションは、例えば、今、こう、トークンが右下に3って書いてあると思うんですけど、向こうから、敵さんからこちら側が見える場合、例えばバブルチとかですね、セルキ、ナースコールとか、あの時に、こう、姿が見えてしまうのですが、ディストーションは、それを、向こうにすると、3回、だけですが、こちらの姿を向こうから見えなくするというものですね。ディストーション。まあ、セルキアはいつも通り、まあ、回復のパークですね。で、ベビーシタ。ベビーシタは、自分が仲間を救出した際に、救出した、ありがとう。味方の、血痕かな？足跡かな？ 8 秒が残さないという能力になっております。だから、わあ、びっくりした！ハントレスじゃない、お前か。お前か。ハグですね、今回。びっくりしたー。久しぶりにハントレスじゃないわ。あれ、ハントレスじゃないわ。ハントレス、あんなハントレスだったら、気持ち悪いわ。なんだ。ハグだ、ハグ。助けてくれたね。びっくりしたー。まあ、パークの説明は、編集で作ると思うので、なんとかなると思います。今回の新サバイバー、新キラー、両方ともやっぱ強いですね。新サバイバーの女の子のはやっぱ強いですね。あの子はなかなか面白いパークを持っていると思います。個人的には、どちらかといったら男性か女性、かって言ったらパーク的には女性の方が僕は好きですね。強いです、かなり女性の方が。男性のこのベビーシターもいいですけどね。ハグだからな。ラスト1個。基本的にはハグの場合は遅かろうが早かろうがしゃがみは必須ですね。どうかな、今立つのちょっと怖いもんね。あ、オッケーオッケー。お待たせ、ごめんね。多分味方がチェイスしてくれてるんじゃないのかな。ごめんね本当に。ごめんね。トーテムちょっと壊しようか。破滅ハグだからね。破滅ノーワンとハグだったかな。どうだったな。ノーワンは何だったっけ。何か忘れちゃったな。で、今右下のパークのディストーションの数字を見てもらうと分かるんですが、3から2に減っていますね。なので、これさ、オッケー、3から2に減っているということは、何かしらのパークが発動したということですね。向こうからこちらが見えるパークが発動したということになります。なんだろうな、普通にバベチリかナースコールかな。ナースコール、バベチリ、それ以外にあとはなんだろう、何かあるかな。あとはハグの能力もしくか何かかな。多分左下、あ、いや動いてるね。チェイスしてるね。
破滅がさ壊れてなくてもやっぱなんとかギリギリ回せるね。ごめんねごめんねごめんね。おい殺して何それ。オーケー。さあノーワンがないことを願いたい。みんなあれかな、トーテム壊してくれてたかな。あっちは一個壊したけど、どうないね。そこにクローデットさんがそこを開けてくれるでしょうか。燃えてないね。ハグだからね、ちょっと怖いからね。すぐそこやった。まだ停止してんのかな。左下の雲動いてるもんね、止まってないもんね。どう大丈夫そうかな。多分味方、多分俺のこと目視してくれたと思うから、そう開けちゃった方がいいかな。味方がどんな感じかにもよるんだよね。いや開けちゃおっか、開けちゃった方が良さそうかな。開けちゃうよ。でちょっと味方を探しに行こうか。赤レンガかな、チェイスしてんの。いや赤部屋じゃないな。え、ハグどこにいる。オッケー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 。多分これで俺を追ってくるだろうから、そうだね俺を、あっこれやばい、これやばい、これはやばい、これはやばい。目の前なのに、目の前なのに、目の前なのに。いやもう俺の代わりにみんな逃げていいよ。俺4パネかけちゃうからみんな逃げてね。どう4パネかけちゃうよ。もう多分これ二の前になるだけだね。負傷してる子はもうちょっとどんどん逃げちゃった方がいいと思うけどな。難しいね。逃げてねみんな。来た、これは来た、神がかっている、これは神がかっている。あー危なーくっそー、逃げたのに、 4% で逃げたのに。ありがとうありがとうありがとう。いいよ味方逃げていいよ。回復する回復くれる回復くれる。いいよ俺もそっち行くから、もう君も逃げな。大丈夫それ地下に行って。嘘リコさん大丈夫。いいよクローデットちゃんもう逃げちゃっていいよ。やばい、はっはっはっ、あお願い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 、頼む。なんでよ、なんで
え、待って、上のゲージまだあったのに？マジで？マジかー、あとちょっとだったのに。はい、ということで。いやー、マジかー、ちょっとすげえ悔しいな、今の。ということで、ちょっと脱出はできませんでしたが、ご視聴のほど、皆さんありがとうございました。次回は脱出したいと思います。それでは、次回の動画でお会いしましょう。じゃねえわ。ご視聴のほどありがとうございました。それではまた次回もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければ、フォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。